はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。というのはちょっと最近ね、質問が急にこうめっちゃ来てるんですよ。最近急にちょっと今週はちょっと質問コーナー2回で、多分来週も2回かなっていう感じですね。はい、ということで、早速質問の方を読んでいきたいと思います。こんにちは、こんばんは、いつも楽しく拝見させていただいてます。ラウンズさんに質問があるのですが、グレッツリーで、エイジャマスターピースをよく使われてますが、この浮きのいいところを教えてもらえないでしょうか。あと、いつもグレをたくさん釣られてますが、どのような料理で食べられてるのか気になります。ラウンズクッキングでお願いします、という、質問が来ております。まあ、まずね、エイジャマスターピース、ほぼマスターピースだね。ほぼこれが大体グレッツリーに持っていってる浮きのメインポーチ で、これがサブポーチです。で、両方持ってってます、大体ね、磯に行くときは。で、大体メインを使うんですけど、中でも、圧倒的に多いのがエイジア。この辺が大体全部エイジアなんですよ。エイジアマスター、ちょっと今アブトラが入ってるから めっちゃ多くなってるけど、エイジアのいいところ、一番多分ね、使ってるのが、自分の中ではエイジアマスターピースの01ですね。を一番使ってます。ちょっとぶつけた跡とかあるけど、これが一番使ってるかな。使用頻度としては一番高いですね。これのいいところは、まず、こう、狙ったとこに飛んでいきやすいっていう、理想の浮きの一つですね。浮きっていろんな形があると思うんですけど、自分はね、でもこう、まん丸に近い浮き、もうまさにそうだよね。まん丸に極力、こう、近いじゃないですか。それが多分一番こう綺麗にまっすぐ飛んでくんじゃないかなという感じなんですよ。なんていうのかな、こうだって野球ボールとか、なんかサッカーボールでもそうだけど、ボールってまんまじゃないですか。あれでなんかこうね、カーブもかけなかったら、こう綺麗にまっすぐこうね、こう綺麗に飛んでく感じなんですよ。だからこう狙い通りに飛んでくっていうのが一つありますね。自分はこう巻きを例えば4杯5杯とか巻くんですけど、4杯なら1234って巻いて、できればそのほぼ真ん中ぐらいにこの浮きをポチャッと突っ込んで、でそのまま流していきたいですよ。餌が、風によりけりこっちに落ちたりこっちに落ちたり、こう浮きがポチャン、餌がポチャンって落ちるんですけど、極力そのそっか引っ張りたくないんですよ。極力そのマッキーと一緒に落としていきたい。こう引っ張ると、こうやっぱ潮気からね、2広ぐらい離れるから、こう仕掛けをまっすぐにね、こう要はマッキーを巻いて仕掛けを奥に入れて引っ張って合わせる。風が強い時はこういう時も、こういう合わせ方もするんだけど、道と沈めるために。基本的にはこうマッキーを巻いた大体真ん中ぐらい突っ込みたいんですよ。で、餌がこの辺にポチャンと落ちると、一瞬だけちょっとだけね、引っ張ることもよくあるんだけど、一瞬ね、道とちょっとだけね、安定させるためにというか、まっすぐふわっと落ちた瞬間って道とかふわってなるから、ピシャってこう引っ張る時もあるんだけど、なんていうのかな、こうとにかくこのドンピシャに落としたいわけで、極力ね、そのためにこう安定して投げれるっていうのが一つありますね。これがこうなんていうのかな、丸い浮きじゃないやつ、こういうちょっとこうどんぐりタイプっていうのかな、こういう浮きはね、ちょっとこういうタイプね。自分はこう人の投げ方とか多分そういうのにすごく左右されるけど、なんかこうちょっとこうカーブしやすいというか、なんかこうやっぱ風切りというか空気抵抗的なところを考えると、こうなんていうのかな、こうちょっと安定しないというか、もちろんね、これの方が空気抵抗があるんだけど、なんかこっちの方が綺麗に
こうなんかこう飛んでく感じなんですよ、うん、だからこう昔はね、昔は入ってないか、あの D フラッツとかね、ピタクラの D フラッツとか結構使ってたんだけど、こうまっすぐ上から投げるときもあれば、横からこうね投げにくいけど横から投げるときとか、沖黒島の壁とか行ったら上にこう竿を上げれないから、横から投げるとこうくるくるくるってこう仕掛けが回りやすかったりして、だん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 このこう縦のどんぐりからこうまん丸タイプになってったんですよ。で D フラッツの次に使ってたのがこのディアージーシリーズね。このやっぱまん丸でしょ。だから横から投げてもこうくるくるってこう仕掛けが絡みにくいとかっていうのがあって、で最終的にまあエージアになってるんですけど、で同じような形なんですよね。この ディアージーかディアージーとこのエージアってこんな感じで、形状的にかなりあの近いような浮きなんですけども、これはねもう使っててこう思ったのは、こっちの方が安定して同じように同じような演出で沈んでいくっていう感じですかね、うん、だから前はこれ使ってて、あの投げるたびにたまにねなんか沈まない時があったりしたのよ。これも板なまりこうめっちゃ張ってるけど、なんかねこう何等かに1回多分中に空気が入ってそれが抜けないせいか分かんない、その分かんないよ、分かんないけど何等か1回あれ沈まねえなみたいな感じのがあったんですよ。だけどエイジアは間違いなくこう自分はね安定してこう人の投げ方とか餌の落ち方とかにすぐ多分左右されると思うんだけど、これの方が安定して投げて落ちて、で落ちた後もこの海面からこうゆっくり沈んでいく、この沈むこの速度っていうのかな、これもほぼ毎回安定して一緒なんですよ。こっちはなんかねこう大体一緒なんだけど、たまにこう浮いたまんまになってたりとか、仕掛けが抜けてんのよ、浮いたままになってたりとか、なんか絡みの関係があるか分かんないけど、ちょっとこう早めに沈んだりとかっていうのがあって、でこれ使い出してなんかでもこの安定してるからずっとそれっきりこっちになったっていう感じですね。まあちょっとね高いけど、まあちゃんとこう投げれる位置に綺麗に飛んでって、そのまんまこう落ちていく演出も毎回一緒な感じで沈んでいくので、すごい安定してるんですよね。で、まあ、ちょっと風が強い時とかはこっちのエキスパートグレー V の 0C ですけども、これは池永さんが監修してる浮きなんですけども、これも同じやっぱ安定して同じように飛んでって、同じようにこう落ちる演出も大体一緒。やっぱ大分の人の釣りのもうトップの人が作った浮きだから、もう大分の釣りにめっちゃ合ってるって感じなのよ。なのでもうほんとねこう使い出してめっちゃ使いやすい。でも大分でテストとかも多分大分で海で多分やってると思うんですよ。開発も多分基本的に大分でねやってると思うんで、だからか分かんないけど自分こう安定してとにかく使いやすいから、だからこの辺使い出してずっと使ってると。あのエキスパートグレー V もだって1回飛んでこれ買い直してますから、ね、買い直してて、まあ、そんなに使用頻度は高いわけで、エイジはマスターピースの方が高いけど、あのこっちも使うことがちょこちょこあるんで、でも両方ともね大分の名手の方がやっぱ設計してね作った浮きなので、本当今大分の釣りで沈めてね使うにはめっちゃ最適な浮きだなと思って、あのそれっきりずーっと使ってますね。ずっと、まあ、坂の席とか G ソとかちょっとなんていうのかな、遊び方で行った時は、まあ、そもそもハリス長く取らないからねあれだけど、基本的にこう大きい磯に行ってこうロングハリスでやる時は大体もエージャーマスターピースがほぼ多いね。でたまにエキスパートグレー V とか使ったりとか、あと山本浮きか、まあ、これもちょっと今後練習ですね。これは練習で使っていかないと、やっぱその浮き浮きの特性があるんで、なかなかこうちょっとまだ山の時は使いこなせてない。だから出番が多分あんまないと思う。でもこのどんぐりタイプっていうのはどっちかというと浮かせてギリギリ浮かせながら沈む時もやっぱこう当然だけどこういう丸に比べて横幅も狭いし
沈む時の抵抗って多分全然違うんですよ。こっちのがやっぱスパッと入ってく感じなので、これも今後の練習ですね。練習だけど、基本沈めるならもう絶対エイジはマスターピース、まあ、特に大分の海はねやっぱめっちゃ合ってるなっていう感じです。沈めて釣るならね、はい、まあそんな感じですね。であと、まあグレーか、グレーの料理に関してですけども、グレーの料理は基本ほぼ刺身です。ほぼ刺身、動画になってないけどだいぶほぼ全部食べてるんですよ、持って帰った分はね。で小さいのがあったら結構逃がしたりしてます。だから持って帰るのが2、3匹だったり、北浦の時もだって3匹ぐらい持って帰ったのかな。小さいのを入れると多分7、8、7枚か8枚で確か釣った気がするけど持って帰ったら確か3匹だったと思います、北浦の時はね。だからまあ釣ったのは全部は持って帰ってないです。大きいのから3つ持って帰ってるとか、あとまあどっかね知り合いに送る分があれば全部持って帰ってとかはあるんですけど、まあ、基本的にほぼ、まあ、9割8割刺身で、あと1割2割は湯引きですね。それはその時決める。その時に3枚さばいて、まあ、血の抜け具合とかねあるんで、それで決める。あれちょっと抜け、やっぱ何ていうかライブに入れてやっぱ弱ってんのかな、分かんないけどちょっと抜けにくいのがあったりすると、それは湯引きにしてる。指切りするとやっぱ一回ちょっと外側だけ火通すから全然また変わるんですけどっていうところでございますね。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで、続いての質問いきたいと思います。続いての質問でございます。いつも拝見させてもらってます。質問です。深瀬釣りするときは、棒浮きかどんぐり浮き使うのが普通ですよね。この前斜め浮きってのがあって、どんな感じなんだろうって思って買ったのですが、斜め浮きって使ってる人おるのでしょうか。ラウンズランさんは、使ってるのでしょうか。やっぱり斜め浮きって当たりが取りにくいのですか。その浮きはキャップ音だね。チャップ音っていう自動電動浮きってやつですという、まあ、質問が来ております。斜め浮きの、まあ、キャップ音だよね、チャップ音、ルミカーから出して多分チャップ音のことだと思うんですけど、半自動っていうのかな、まあ、自動で電動電気浮きね、多分そう誤字があれですけど、 あります、チャッポン斜めというやつがあってですね、はい、多分これね、まあ、0と一応ね5スミと0と B と3 B とあるんですけど、どう斜め浮きの多分だって電気浮きだから多分夜やるのが前提だと思うんですけど、ゼロだと多分スルスルで多分流していくあれですよね、多分釣りだと思います。で多分当たりはゼロは多分普通にね出るし、まあ夜とはいえ食えば魚走るからもう糸が多分出しててパラパラパラって出るから分かると思うんですけど、ただその他の B とか 3B っていうのがあるんで、それとどうやって使うんだろう。激流の中流す時に使うのかな。ちょっと夜、多分夜用のやつなんで昼間用ではないと思うんですけども、自分は使ったことはないですね。夜は基本もう半誘導な半誘導でもう浮き止めつけてそれで流していくから、ちょっとこの全誘導タイプというか分かんないですね。チャップのどんぐりタイプもあるけど、どんぐりタイプも B か 3B か05か1号しかないんですね。05ってないんだ。普通の棒機タイプもない。棒機タイプも、まあ、チャッポンじゃないからあれか。はい、まあ、そんな感じで、それちょっと使ったことないんで、なんとも言えないです。なんとも。はい。ということで、すいません。ちょっと参考にならないですね。
まあ、ゼロ号だと、まあ、流していけば多分当たりがあれば多分沈むとは思いますけど、ちょっと他の B とか 3B は多分浮力があるんで、ちょっと魚が来てもちょっと感度はあんまり良くはないんじゃないかなとは思います。ちょっと分かんないですこればっかりは。はい、ということで、続いての質問いきたいと思います。マルニ水産さんを、ラウンズさんで初めて知りました。自分もイカダ釣りをしたいのですが、マルニ水産さんは予約とか必要なんですか、という、質問が来ております。ですね、マルニ水産、あの構えのねイカダですよね、あれいつ行ったっけ、3月だったっけ4月だったっけ行ったんですよ、マルニ水産に。他に動画に行ってはないかな、マルニ水産って。昔はよく行ってたんですけどね。で、マルニ水産は予約は特に必要ないです。はい、必要ないですね。普通にもう朝一行って、朝一誰もいないんで、朝一行って普通にも最初から釣りしてってって感じです。でお金は途中で払うって感じですよね。あの8時ぐらいになったら従業員人が何人か来て作業 してるんで、その時にお金を渡しに行くっていう感じです。だから普通にもう朝、まあね、暗い時間からちょっとあれするね、するとあれなんで、大体まあ明るくなる、この前行った時も6時ぐらいとかじゃない、6時ちょっと過ぎぐらいに多分行って、そのまま荷物運んで準備して、もう釣りしてましたね、あのその従業員の方が来る前で、夜は夜で暗くなるまでね、やってたんですよ。暗くなって1時間ぐらいやったのかな。でそっからカレーを食べて帰ったんで、イカダの上に朝だから6時7時ぐらいから夜9時ぐらいまで行ったんじゃないかなっていう感じです。はい、まああと他にね、あの細かいあれを言うと、あの沖イカダもあるんですよ。で一応あの湾内の瀬渡しみたいなのも一応確かやってたはずですよ。あの対岸のあのジーソに渡すとか、なんかそういうのも一応確かやってたと思うんですけど、それは確か電話予約をしないと確かダメだったはず。ちょっと覚えてない、大体あの下の真ん前の G 以下でしか行かないんで、ね、あれなんですけども、まあぜひね、あの行ってみてください。あの G 以下ではもう1000円なんでね、あっこは。でいつでももちろん駐車場の車に戻れるし、トイレもあるしっていう感じで、あの至りに尽くせりというか、あの帰ろうと思えばいつでもね、もうだって G 以下だから、あのそのままだって車にそのまま直接戻れるんで、帰ろうと思えばいつでも帰れるという、そういう場所でございます。はい、ということで、まあ、ぜひね、あの行ってみてください。ちなみにあのマルニ水産のインスタグラムあるんでね、でこれに載せておきますけども、あのそちらの方もね見ていただければと思います。はい、ということで、続いての質問いきたいと思います。神奈川県の堤防で、20メートルくらい投げてもかっこ下手です。釣果はほとんど変わらないような気がしてきました。下手なカゴ釣りするならサビキの方がいいですかね。狙いはアジ、15センチあれば十分です、という、質問が来ております。これは難しいなというのは、その神奈川県のその状況を知らないから、こう変にアドバイスもできないしっていうところなんですよ。大分の堤防のあれとはちょっと違うじゃないですか。同じアジだけど、なんていうのかな、こう違うと思うんですよ。海自体が全然違うからね。もちろんその神奈川住んでたんでね、神奈川の辻堂駅の近くとかに住んでたんですけど地名忘れちゃったな藤沢駅の近くとかね住んでたんですけどまあちょっと海が違うんで何ともなんですけども、サビキで釣れるならもちろんサビキの方がいいですよ。で大分の海の話で言うと、どっちかって言ったらこうちょっと下の方を狙った方が少し大きいのが出るんじゃないかなみたいな。まあサビキでね、まあ、普通に竿1本ぐらい狙うか、まあ、海底を狙うかってやってみて、釣れれば全然その
15センチが釣れればそれで全然いいと思いますけど、まあ、ちょっと大きい狙うならなんかアジもなんか中層を狙うよりちょっと下を狙った方が若干でかい気がします。大分だとね、うん、そのミサとかで釣れてても真ん中で釣れるよりちょっと下の方がでかいっていう、深瀬とかやっててもなんか途中で食ってくるアジよりはなんか地のを狙っててもう完全に搬入道で下狙ってて食ってくる方がちょっとでかいんですよっていうぐらいですね。だからまあカゴ釣りで投げて、まあ大分だと坂の関とかから狙ってるとカゴ釣りでちょっとだけアーチがでかいのが釣れたりはしますけど、でも手前にいるやつよりはね、うん、やっぱ青物、大分もやっぱ青物が回ってくるんで、やっぱ小さいやつはこう瀬際に逃げがちだから小さいのが多いなっていうイメージですね。で大きいアジは、まあ、やっぱ青物から追っかけてもそんなにこう食われるあれがないのかちょっと分かんないけど、意外と大きいにいたりする時もあるんでという感じですね。難しいなこれは、こう どういう風に言うのが正解なのかちょっと自分の中の正解が出てこないんで難しいですけど、まあ、15センチだって突っ張りアジ、置いた突っ張りアジって20センチあるから15センチでいいのであれば、サビキで釣れるのは全然サビキで、もしくは投げサビキとか、うん、サビキをカゴ、カゴの下、下っていうのかな、下の部分というか、まあそのね、浮きをつけてサビキ、投げサビキですよ。それも全然ありじゃないかなと思います。まあ投げるのはね苦手な方は、まあ、練習しかないんですけども、まあです。ちょっとすいません、ちょっとこれなんともちょっとね、あの海が違うので変なアドバイスもちょっとできないんですけども、サビキで釣れないして、まあちょっと下の方のやって、まあ、棚をちょっと変えてみたりとか、釣れない時はね、はい、まあ、あとは周りのね、多分周りの人がいるんで周りの人を見ながらねやるとちょっと参考になるかもしれない。こうちらーっと見ながら、ああいうとかサビキでやってるとか、そういうのを自分だけじゃなくて周りを見た方がね参考になるかなと思います。よろしいでしょうか。あんまりアドバイスになってないかもしれないですけど、はい、ということで、今日の質問コーナーは以上でございます。また質問等ありましたら、コメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。